さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュ。元気ですね。いやもうね、暑い時は元気が一番だね。元気はないですけど元気はあります。ちゃんと管理とかしてらっしゃいます？一応ね、僕はまあ、年齢が年齢なんで50過ぎてからはだいたい1ヶ月か2ヶ月に1回はそういう検査をするようにはしてますけども。はい、どうですか？そうですね、1年に1回ないしは2年に1回ですけど。まだ若いから。すごいですね。僕年ですから結構。健康診断をしまった時にどこも悪くないですよって言われるんだけど、自分的にはあの他調子悪いんだけどなって思うことないですか？ありますね。逆もありますしね。ちょっと調子悪いなって言って行くと何ともないっていう場合もあります。実はその現代までの、その医療のまあ分野というのがあって、その分野が偏ることで発見できないというか分からなかったところもあるみたいなんですね。そこで続いてご紹介する企業さんなんですが、その医療分野例えば東洋と西洋と、こういったものをこう分野をこう統合をして新しいこの診断方法というのを取り入れてらっしゃる方、こちらの企業さんのご紹介なんです。どうぞ。西洋の医療とそれから東洋の医療をいいところをまあ両方合わせて一つの効果を出しましょう。江戸川病院グループメディカルプラザ市川駅理事長加藤孝博さん。メディカルプラザ市川駅はその名の通り JR 市川駅に隣接、駅から徒歩0分の便利なところにある病院です。ここでは西洋医学と東洋医学の両面から長く楽しく元気よく生きていくための医療がなされているそうです。いろいろ検査をして数値的には異常がないのに鈍痛がする、スポーツ選手などにはよくある症状だそうですが、メディカルプラザ市川駅ではスポーツによる疾患にも対応しています。松木さん、気になりますよね。どんな治療が行われているのか早速伺いました。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは江戸川病院グループメディカルプラザ市川駅、こちらはどんな病院なんでしょうか？まあ、統合医療って言いまして、その西洋の医療とそれから東洋の医療をいいところをまあ両方合わせて一つの効果を出しましょうっていう考え方がまあ昔からあって、例えば今までよくあるのはその針が得意なクリニックで、この先生針できますよとか、まあこれ例えばその大学でもですね、今アロマの外来があったりとか、まあ、そういうのはあるんですけれど、それが一箇所にその全て揃ってるようなそういうところというのは今まであまりなくて、で今回はまあ、ハリノとかあとアロマ、それからヨガ、それからカイロプラクティックと気候とあとまあ温泉療法、炭酸浴みたいな温泉療法っていうようなのを全て一箇所に揃えて、でそれをまあその医師が症状に合わせて、じゃあ、まあこれとこれと組み合わせるといいですよっていうのをアドバイスしてあげて、まあ、一つの治療効果を出していこう。本当珍しいですよね。いや完璧ですよね。僕は僕ら選手もそうですし、まあ、我々もそうなんですけど、東洋医学はどちらかというと自然治癒力、西洋医学は痛みを抑えるという、そうですね、薬みたいな。そうですね、ですからどちらもうまく併用すると僕らスポーツ選手にとってはすごくいい治療法なんですよね。本当にそのスポーツ選手みたいにそのある程度こう果てしなく元気な状態からちょっと悪い状態がまた一流のレベルまで戻りたいっていう人がいるわけですよね。でもちろん僕は普通は元々は普通の西洋医学だけをやってた人間なので、その西洋医学っていうのは画像でここが悪いとか、ね、血液の検査してこれだけ筋が悪いっていうのはものすごく得意なんで、データが出てきて、そうなんです、ね、逆に言えばその症状がないのに悪いですよ。例えば血圧症状出ないですよね。高血圧、血糖値も最初症状出ないですよね。そういうのを助けてあげるのはすごく得意なんですよ。なんですけれど、その数字が出ないけど痛い、これその痛いとですね、そのレントゲン撮ってもそれ変形なんて普通ないし分かんないんですよ。痛いって本人に緩みも分かんないんです。膝の緩みなんてのは僕らサッカー選手はすっごい緩んでますから、普通のお医者さん行って膝こうやってやると、あ緩んでますねって言われるんですけど、全く痛みがないという場合もあるんでね、個人差があるんで、ですからやっぱり逆に西洋医学東洋医学のこの両方のその強さっていうのは僕すごく感じますよね。なかなかそのね難しいところだと思うんですけど、特に今日本のお医者様っていうのは西洋医学を勉強して
資格を取ってらっしゃる方なわけですよ ね, そ, すね、うん、そこへ東洋医学の勉強を加えていくっていうのはかなりご苦労あったんじゃないですか。そうですね、それをね理解できてるお医者さんがね結構少ないんですよね、うん、でしかもその複数のものをだいたいこう見れる状態の先生っていうのはさらに少なくて、うん、まあ、そういう人をたまたまこう見つけることができて、で例えば普段患者さんが頭痛で来るとしますよね、はい、そうすると、まあ、大抵の場合はその筋緊張性頭痛っていうその脳みそは特に関係がなくてその頭の周りの原因なんですよって言って、まあ、僕たちは説明するんですよね、うん、じゃあ肩こり治してくださいとか目の疲れと、まあ、ストレスと寝不足ですよって言うんですけど、うん、じゃあ肩こり治してくださいねでとりあえずまあさようならになっちゃうんですけど肩こりって数字に出ないんですよ検査いくらしても。なんでそれをじゃあこう針とアロマをやろうとか、そういうところに気候と回路の方がいいですよとかっていうのをその次にやってあげられると本当はいいんですよね。なんか昔膝を痛められてたっていうのは、まあ、昔というかもう全部悪いんですけどねまあ顔ぐらいですかねいいのはそう、まあ、それがですねその割にそういう整形の先生でさえもそのいう慢性のスポーツ選手の慢性の痛みっていうのの原因がですねあんまりはっきり分かってないことが多くてですね、はい、そのレントゲンで撮ってそのもう明らかに軟骨が壊れてるとかそういうのがあれば医者は分かるんですよね。ところがそういうないのにもかかわらずそのスポーツ選手のレベルだとちょっとでも痛いだけでそこが気になってフォームが崩れちゃったりとかそういうところになるとそのあんまりちょっと分からないんで湿布やってくださいとかマッサージやってくださいだけになってしまうんですけれど、それに関してですね今度新たにそういうこの毛細血管がその慢性の炎症を起こしているところに非常にこうできてしまってて、でその、ま、その毛細血管っていうのは何かっていうと最初に痛めるじゃないですか。そうすると痛みが起きた時最初はそれを治すために血液がこう寄ってくるという、で治ったら本当はその毛細血管引くはずなんですよね。ところがその何回も何回も練習しちゃって痛いのにまた練習っていううちに引かなくなっちゃうんですよね。でその毛細血管がもう出っ放しになっちゃった状態がその痛みが慢性化する状態で、その毛細血管だけをですね血管カテーテル治療でそこだけを詰めてしまうとその毛細血管だけがきれいになくなっちゃって元に戻っちゃうんです。そうすると痛みが取れちゃうんですよ。血管って古くなった血管はもう通用しないですからね。そうですね、新しくなってくるんです、うん、ですからそこは血流が悪くなると新しいこの毛細血管を太くしたり他のその血管を使うようになるのが人間の体だって聞いてます、で本当は痛みが終わったらそれがまた使われなくなっちゃないとおかしいんですけど ね、それがなくならなくなってしまうのが慢性化なんですよね。あ、なるほどね、でそれがやっと分かってきて痛みのそういうメカニズムが、でじゃあそれを今度直しましょうっていうことで今そういう新しい試みをやってるんですけど、まあ、非常に安全性も高いし効果がすごくあってですね、今そういうのも今その市川で始めてるんですよね。膝なんかもう本当に僕らよくやりましたから、うん、その痛みはないんだけども半月板が損傷してたりですね、うん、痛みはあるんだけどどこも何度もなかったりという、うん、ことが結構あるんですよね、うん、ですからそれをこう解決していただくには先生のところいらっしゃれば、うん、もうどっかで答えが出てくるという、そういうのを目指して、ね、いやだから僕ね、うん、今初めて拝見して、いやこれはでしかも僕市川に住んでますからね近くだなと思ってねいいなと思ってたんですよ今ヘルシー&ビューティフルエイジングのための医療を展開しているのが顕微礼。高齢者の方へ古今東西の知恵や最先端の医療知識技術を駆使しレーザー治療からアロマやヨガなど幅広く行っています。スポーツ選手に限らず今一般の方特に高齢者でしょうか、顕微礼というこういったことを始められたんですが、こちらはどういったものでしょうか。それはですね例えば今言ったみたいに普段の診療だとその数字が現れないんだけど調子が出ないっていう患者さんもたくさんいるわけですよね、はい、そういう人に例えばそのグロースホルモンが足りなくなってきている人だとか、そういうのにそのグロースホルモンを上げてあげられるようなサプリを選ぶとか、そういうものっていうのはその薬ではなかなかできないんですよね、普通の西洋医学でやってるような。そこにその東洋医学の力をも取り入れて、であとはそういうそのある程度の根拠のちゃんとあるサプリメントを選んで、でそういうのをまあアドバイスとして進めて、よりもっと元気な状態に戻してあげるっていうのを目指したものが顕微礼。
具体的にどんな患者さんに一番そうですね、受けていただきたいという、多いのはその不眠とか肩こりとか腰痛とかあと便秘とか日常的なことですね。そういうのが多いですね。2つぐらい入ってますね。なんか何かしら当たりますよね。もうこのケンビレイのことをヘルシー&ビューティフルエイジングというふうに、英語というんでしょうか、カタカナで書いてあるんですけども、そうですね、こうビューティフルエイジングとか、ね、そのまあ誰でももう長生きしたいし、長生きするっていうことはもういいことだっていうことなんですけど、まあどうせ長生きするんだったらもう美しく生きましょうということで、ただ長生きじゃね、やっぱり健康で美しくこう長生きをしたいっていうのが望みですもんね。で今日はサプリメントをこちらの方にお持ちいただいているようですけども、グルコサミンというのとコラーゲンというものなんですけれども、はいはい、まあ、ある程度その根拠があるものをそれぞれの人に合わせて、例えばこちらのグルコサミンの方で言えば、はい、ラットの実験ではですね、これにその放射線ラベルをして、でそれをラットに食べさせてあげると、うん、そうするとそのちゃんと膝の関節のところでそれをディテクトできるんですよね。それを放射線をちゃんと感知できると。今までの整形の先生はこれを食べてもですね、分解されてそれがここに膝にまた来るという証拠ないだろうというのがまあ一般的な医者の見解だったんですけれど、まあそういうちゃんとしたその放射線ラベルをするっていうのはかなり確実性の高い実験なんで、それでちゃんとあるっていうことはですね、まあ一つのすごく強い根拠に。よくサプリメントを取ってももう全部出ちゃうんじゃないのかっていう話を聞いたことがありますけれども、こうちゃんと調べていただいているという話なんですね。そうですね、なかなか説得力のある実験データが出てますね。なかなか今までこういうサプリメントもね、解説をしてくださるお医者さん少なかったですから。そうですね、待合の中はですね、全部壁面が全部植物がずっと20メートルぐらい植えてホテルの高級ホテルのロビーみたいですね、ある状態になってまして、でまあここの、まあ、一番奥にはですね、その下肢静脈のレーザー治療をやるようなところとか、はい、先ほど言ったみたいなその運動器のカテーテル治療で痛い場所の毛細血管をこう詰めて治す、それから美容をやるところとか、それからあと透析の施設であるとか、あと一般的なその泌尿器科とか循環器内科とかっていうのがあるんですけれど、まあ、ある程度そういうその西洋医学の方もそのある程度のそういうレベルがないとその十分に患者さんの要求に答えられないので、例えば血液検査はもうすぐその日に答えが出せるようにその血液検査の機械も置いてあるし、それからあと最近よくあるその心臓 CT っていう、今はその入院してカテーテル検査っていうのをやらないでも CT を取るだけでほとんど狭心症あるかないか大体わかるんですよね。でそれがですね、やっぱりその被曝量がすごく多くなってしまうので、それが被曝をあんまりしないでも取れるような機械を選んで、できるだけ患者さんにあんまり負担がかからないように、最新の設備があって東洋と西洋が融合していて、駅から濡れずに行けて、松木さんの地元だと、いやいやいやもう至れり尽くせりの施設ですよね。先生あれですか、まあ、これあれですけど糖尿病の患者さんなんかもいいんじゃないですかね。そうですよね、そうでしょうね、運動療法と両方しなきゃいけないと、トータルでなんか本当に新しい治療の道とかもどんどんできてそうですね。特に糖尿病って今はそのメタボリックシンドロームの一番出だしのそのインスリンの感受性が悪くなるっていうのが大体のこのメタボリックシンドロームの最初の出だしなんですけれど、そういう意味でそのいろんな東洋医療も合わせた治療というのは非常に注目されているところなんですよね。これから先のメディカルプラザ市川駅、どういった方向へ進んでいくんでしょうか。そうですね、これからはその、まあ、そういうすごく元気な状態から もっと元気な状態を目指すっていう人のためにですね、その再生医療っていうのがこれからとても重要になってくるので、その部分とそれからその長生きをしてするとやがてどこかがんになる確率ってすごく高いんですよね、うん、ですからそのがんの治療をどういうふうにするのか、その2つがこれからさらにこのゴールの方にある、うん、そういったことも含めてこのメディカルプラザ市川駅でやっていこうかという、そういう目標があるんですね。それ目標として、はい、これはもうなんか素晴らしい施設ですね。一回行かなきゃダメだな。一回行ってみてください。お待ちしております。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。
天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて、続いてご紹介する企業さんなんですが、松木さんは奥様いらっしゃるんですね。はい、うん、約1名おります。1名じゃ結構あります、はいはい、約ですけど、はい、どういうこと。約1名。たまちゃんは、はい、ちょっと何ですか。でもその社内結婚とか、企業内 の, この恋愛とかって話聞いたことあると思うんですが、オフィスラブですか。そういいですね。なんかドキドキしちゃう。聞こえがいいな、オフィスラブ。ちょっとね、そういうのが自由にできて、で会社がそれを応援してくれてるっていうところがあったらいいと思いません？すごい素敵ですね。若い方にはいいですよね。経営のこう社長さんがですね、人を大切にする、そういう会社で、企業内の恋愛も自由、その代わり結婚して幸せになりなさいっていう。すごい、なんていいとこなんでしょう。行きます。一度就職しようかな。今から。お客さんで行くのもいいかもしれないですね。そうですね。うん、ということでですね、続いてご紹介する企業さんなんですが、もうスタッフが本当に仲良く、アットホームな感じで運営をしてらっしゃる、こちらをご紹介します。どうぞ。やっぱりうちの一番の売りっていうのは、まあ、人であって、そういうところの教育っていうのはどこにも負けてないんじゃないかなと。絆はすごい強いですよね。有限会社イブロの統括マネージャー出口正人さん、そして新人教育担当の上村弥生さん、ファッショナブルな2人の職場ってなんだかわかります？そう、ヘアサロンなんです。千葉県内でクリックとディックスの2つの店名で事業展開しています。極上の店内と個性あふれるスタッフがお客様をお出迎え、そんなおしゃれなヘアサロンについていろいろと伺いました。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。有限会社イブロの統括マネージャーの出口正人さんと、はい、新人教育担当の上村弥生さん、はい、まずはその有限会社イブロっていうと、はい、こう会社ってイメージですけども、ちょっとお二人をこう拝見しますと会社というところからちょっと離れてしまいそうなんですが、美容室の経営ということですかね。はい、イブロという会社はどういった会社なんでしょう。はい、市原市を中心に、茂原市、佐倉市、千葉市と10店舗を展開している美容室になってまして、全体で約100名。100名、はい、うん、それを統括していらっしゃるマネージャーが出口さんということになるわけですね。一応そういう形でやらせていただいてます。統括マネージャーというお仕事は具体的にはどういったことをおっしゃらっしゃるんですか。そうですね、今まで統括マネージャーという職がなかったので、で自分でもそういう形を自分がまずは作ってやっていきたいというところで、仕事内容としてはもちろん店舗の指導だったりとかスタッフの育成というところに力を注ぎながら、求人活動もしっかり力を入れて、やっぱり会社としてはその終身雇用だったりスタッフがどうやったら幸せになるのかを追求してやってます。こう社員からすると、兄貴分的な存在なのかなという気もしますけれども、ただある程度のやっぱり技術レベルっていうのを こう保たなければいけない。その辺はじゃあ、教育担当の上村さんが、各店舗飛び回ってやってらっしゃるんですか。そうですね、新人さんの教育を、まあ、私だけじゃないんですけど何人かでやってて、全店から何人か集まって、新人全員集めて教育というか、まあ、技術も含めて練習をしてます。美容師さんって徒弟制度というか修行というんですか、最初は掃除から入ってシャンプーで切らせてもらうにはもう何年もかかるなんていう話を聞いたことありますけども、早いか遅いかっていうのはもう個人 その練習したりだったりとか、やっぱり夢がてか先をしっかり見てることにやっぱ早くなりますけども、どうしてもこうなかなかそれが持てずにっていう子もいると思いますんで、会社としてはもうできればこの期間になってくださいっていうのを決めて、今後はそうしていかないとなかなかこう先夢が咲きすぎてしまうと、だから近いところに持っていこうっていう形でやってます。なかなかね、皆さんこう楽しそうに見えて実はすごく苦労してらっしゃるのかなと思いますが、有限会社イブロとして、まあ、会社があって、はい、で店舗名がクリックとディックスという2つの種類の店舗を展開していらっしゃるんですね。他店とクリックディックスの違うところっていうのはどういったところでしょうか。
そうです。やっぱりもうどの美容業界見てもその例えばメニュー内容だったりカットとかパーマとかカラーってもう決まっちゃってると思うんですね。やっぱりうちの一番の売りっていうのはまあ人であって、そういうところの教育っていうのはどこにも負けてないんじゃないかなと、うん、人間性をすごく重要視しているので、感謝の気持ちだったりこう人を尊敬したりとか、そういうところはお客さんに対してスタッフに対して業者さんに対してどこの会社に負けてないんじゃないかなと思ってます。ここには生き生きとしたたくさんの表情があふれています。有限会社イブロのルールでは社内恋愛は禁止なんだそうです。その代わりに社内結婚は OK なんです。あれ？ディレクターさん、これさ、この原稿なんか矛盾してない？あ？合ってる？そうなの？あ、ということで社内の人間関係を含めそのあたりを伺いました。聞くところによるとかなりユニークな制度が入っているというふうに聞きましたが、なんか社内の恋愛がどうなということで。社内恋愛はあの、うん、禁止だと。普通はまあどこもみんなそれ禁止ですよね。一応社内結婚はいいですよと。ちょっと待って、社内恋愛は禁止だけども社内結婚はいいと、恋愛しないで結婚ってできないですよね。確かに。いきなり結婚の前提にお付き合いだったらいいってことなんですか。僕ちょっと第一号だったので、はい、自分があの社内結婚の一号だったので、はい、それは社内恋愛禁止の頃、ね、あ、そうですね、はい、だったので、あの、まあ、僕はもう結婚前提でちゃんと責任を取りますと。奥さんも自分の下のスタッフも同じぐらい大事なんですと。で、結婚する奥様も美容師さんだったんですね。あ、そうです。あ、そんな感じです。なんかもう出口さんのために作られた制度みたいな。いやいやいや、そんなことないですけど。ただあのうまくいってればいいけれども、例えば、結婚前提だったんだけどもちょっとやっぱりダメでしたとか、結構こう社内に居づらくなるんじゃないかなと思うんですけど。そうならないように、はい、その関係性作りっていうのはもうその付き合う付き合わない前から、うん、あの言いたいことを言えるような環境だったりとかしているので、それは大丈夫だと僕は信じます。極端に言うと結婚しなさいと、はい、もう付き合った時点でそこまで考えられないのに、うん、一人の女性も幸せにできないのに、うん、スタッフ幸せにできるのみたいな。なるほど、そういう考えです。なるほど。そっからお話しされた方が良かったですね。そっちからの方が良かったですね。年代的にはいかがですか。もちろん若い方多いんでしょうね、あのスタッフの方々。上はもう60歳超えてる人から。あ、そうですか。一応もう年齢性別問わず、はい、あのやっぱり一緒に働きたいという意思が向こうにあれば、うん、受け入れようと。あ、でもそれは逆に嬉しいですね。僕なんかまあ結構年齢いってる方なんで、例えば初めてそういう美容師さんに顔を出す時にあれ若い人じゃなきゃダメかなって思うじゃないですか。ありますね。ありますよね。ところが、まあ、その年齢我々の年代と同年齢の方々もこういらっしゃるとね、ちょっとやっていただけるかなというふうになりますね。そこもやっぱり一つ経営方針とはしてはあるんでしょうかね。そうですね。やっぱりあのもう終身雇用、美容業界なかなかないんですけども、うん、終身雇用を歌って、全員で10年後も20年後も同じ夢を描けるような会社にしようというところでやってるんで。そしてどんどん独立されていく方はどうぞということなんですか。そうですね。やっぱりその最終的な夢っていうのは応援したいなと思ってますんで。あ、そうか。中で社員結婚、禁止されてるにもかかわらず、お二人もこう成長して、で二人で店舗を始めていく。まあその時もクリックとかディックスとかっていう、まあね、チェーンを転化すればまたグループになりますしね。なるほど。もう家族がどんどん増えてくるみたいな、ね、ですね。いいですね。大家族経営みたいな。そうです。技術レベルというのは場所によってそんなに差はないのかもしれないですね。それ教育担当としてはどうですか。そうですね。まあ。都内に勉強行った時とかに、まあ、その都内の美容室の子とかも来るんですけど、やっぱりやってることは一緒で、でそんなに差を感じたことはないです。新人のモチベーションというかこうやる気とかは違いますか。逆になんだろう、こう密集してるから会う機会も多いし、
絆はすごい強いですよね。こうグループ店ごとの交流というのもかなりそういうのは盛んなんですね。そうですね、年間にすると、まあ、バーベキューとか、はい、運動会とか、はい、社員旅行とか、うん、これ絶対参加しなさいと絶対参加なんです。と恋愛の数が増えるんじゃないですか。増えないですか。そうですよね。確かにそういうのはあります。そういうタイミングが多ければ多いほどなんかもう恋愛のね可能性が増えてくる、うん、だそうやってこう運営をしてらっしゃるといわゆるその辞めていく方というのも少ないんじゃないですか。そうですね、離職率に関してはすごく低くなってるので、うん、結果として出てきてよかったなとは思いますけど、うん、出口さんはその頂点というわけではないわけですよね。そう、その一番上 のオーナーという方がいらっしゃる、はい、オーナーはもう本当にまあ厳しくもあるんですけども、うん、とにかく人としてというところすごく大事にしてくれるので、うん、まあ、美容師って技術も大事なんですけども、はい、そこだけじゃないんだと、うん、とりあえず人間として気持ちよくこう働いたりいろいろできたりっていう環境を本当に作りたいんだというところで、なんかすごい僕すごく共感できてこの会社に入ろうと思って、うん、まあ、髪の毛を整えてもらえるところなんだけども そのためだけに来るではなくて、ね、はい、なんか人に会いに来るとい う、ね、そういうお店にしたいってことですかね。そうですね、あ、いいですね。それは楽しいですよね、うん、ちょっと何ともなくてもちょっとシャンプーだけでもやってもらおうかなって行きたくなるようなね、そういうお店がいいですよね、はい。こうやってやっぱり人をこうきちんと育てていくというのがグループ全体の目標でもあるし、 それが引いてはそのお客様からの評価にもつながっていくということですかね。これから店舗を広げていくにあたって これは大変そうだなとかっていう予想してらっしゃることってありますか。そうですね、やっぱりこの後の10年でもう10店舗20店舗という思いはあるので、うん、そうなった時にこう横のつながりというかそういうところがこう弱くなってしまうのは怖いなと思っているので、うん、今からしっかりどんなに増えても横のつながりしっかり大事にしてスタッフ全員で集まれる時間だったりそういうのをちゃんと作っていこうというところでやってます。どんなに増えても、運動会はやります。バーベキューもやるとやります。最後にですね、このイブロとして今後のこう進んでいく目標といいますか方向性がありましたら教えてください。はい、今後としてはやっぱり美容業界の発展というところに少しでも力になれればなと思いますし、やっぱり地域貢献というところもしっかりこう念頭に置いてしっかりやっていかないとなと思いながらも、やっぱりスタッフの幸せだったり絶対こう辞める理由がないサロンっていうのを作れるんじゃないかなと思ってますので、そこを目指して今後も力入れてやっていきたいと思ってます。社内結婚も最初だからその辺も最初で、その辺もね、確かに先駆けで、そうですよね。ぜひこれからもいろいろとこう頑張っていただきたいと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。たまおの今さら聞けないビジネス単語帳。日々日常会話の中で増えていくビジネス用語、あれこれどういう意味だっけ、そんな経験ありませんか。このコーナーではさまざまなビジネス用語のあれこれを解説していきます。今週のキーワードはユーザビリティ。皆さんわかりますか。意味はですね、使いやすさ、使い勝手のことだそうです。例えばユーザビリティを考慮した商品開発、こんな風に使ってくださいね。覚えましたか。それではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。